はい、横浜文体の全カードということでございまして、はい、なかなかいい感じで作られておりましたね、 V がね。そうですね、はい、これを定期的にお見舞いして、はい、みんなの脳にすり込んでやろうと。あ、この番組の中で何回もまあなんかたまに出して、うん、あのキワキワで出していきたいなと。まあそりゃそうですね、せっかくこんないいもの作ったんで、そうそう、ね、見てもらった方が。枠外で買った枠の中だから、もういくらでも流していただいて結構でございますから、それは本当に、はい、はい、いやけど今のやつを見てもやっぱりその立花選手のビジュアルは突出してますね。やっぱ引きつけるものがありますね。引きつけ起こすじゃなくて引きつけるものがありますね。 それが生でここ来るんですよ。あ、そうそう、それ忘れてた、それ忘れたわ。そうだ、どうしよう。いや、文体はどこで中継するの？ガオラ中継ですよね。はい、はい、文体さんはガオラですね。ガオラでですね、はい、私たちがですね現場で珍しく実況解説やってですね、うん、放送は後日でございます、はい、生ではなく後日ガオラさんで中継されると。で、まあ、いつものに僕と、高橋大輔さんがやるんですけども、はい、武藤さんの試合だけ、先日行いましたのグランプリ優勝者当てクイズで、ゲストそう当たった中からさらに和社長が抽選で、はい、ね、あの引いた方が、当日、その試合だけゲスト解説、ゲスト解説を、高木三四郎相談役とやるということで、すごいですよね。その試合の解説権を渡しちゃうあたり、渡しちゃう商品にしちゃうあたりは、はい、斬新、はい、だその試合だけ僕はサボれると、はい、その方に、まあ、お任せするわけですから、だからグレートムチャとか桜島直樹とかに対して僕喋ることができないです、うん、その方に喋っていただくんで、はい、だからですね、僕はもうそのクイズの方がすごいなと思って、うん、その解説権を景品として出しちゃう、うん、レスロンすげえなと思いましたよね。これってさ、はい、お金で買えないじゃん、はい、例えばなんかこうプレミアムグッズみたいなんだったら、はいはいはい、誰かの T シャツってなんかまあまあでもあってだったら、ほら金を積めば手に入りますからね、そう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 、高額で、うんはい、だけどこればっかりはお金で買えないところだから ね、これ実はですね、うん、昔サムライ TV さんでこれやったことがあってですね、まあ、当時僕がシュープロ在籍してシュープロモバイルの編集長だった時に、うん、サムライさんに協力していただいて、そのシュープロモバイルの会員さんの中から、まあ、抽選で希望を募って抽選で1名の方にサムライ TV の DDT 中継のゲスト解説をやっていただくっていうのを2年か3年ぐらい続けてやったんですよ。やっぱみんな喜んでましたね、やっぱりその自分の好きな選手に対してこう自分の思いの丈を喋れるっていうのが、しかもそれがね、サムライ TV の電波に乗るわけじゃないですか、はいはい、すごい喜んでくれて好評でしたね、これはね。それってその時って結構喋れるもんなんですか？そこはやっぱりその実況の方がうまくリードする方、振ってあげるんだ、うん、振って、なるほどね、だから答えやすい、はいはいはい、ね、どの選手が好きですかとか、例えば今度の試合は武藤さんの試合になるわけじゃないですか、その武藤さんのことをね、こうずっと見てきてどうですかとか、はい、ただその中に今回はねグレートムチャと桜島直樹がいるということで、はい、いや俺そっちより藤波さんがいるとか丸藤さんがいる方が俺はすげえなと思いますけど、藤波さん丸藤さんって結構ほら知られてるんで喋れるじゃないですか。いやだけどね、まあまあすごい人じゃないですか、まあ、すごい人ですよ、ええ、藤波さんなんてこのプロレス業界で言うと、まあ、そうですレジェンドでございます。その人の試合にうんちくたれるってことですか？そうなんです。これはすごいことですよ。これもしかするとですよ、だその当選した方が来て、はいはい、藤波さんいかがですか、こう実際生で見てみて、うん、脇が甘いねとか、そういう可能性がなきにしもあらずですね、これね。いや、はい、これはわからないな、うん、どんなことを言い出すんだろうね、うん、何かが一つ藤波は足りないんだよねみたいなことを言うような人が来るかもしれないですよね、これね。はい、でもあれですよね、男の子、若い子なんですよね。はい、当然男の子。男の子ですか。ああ、なるほどなるほど、はいはい。だからもしかしたら若いから昔のプロレスを知らないかもしれない、ね。あ、そっか。あ、そっかそっかそっか。だから、ね、もしかしたら、ね、武藤さんも。あ、そうだね。そうだね。オレンジの頃を知らない可能性もあるし。だ一番知ってるのはだから丸藤さんっていうことになるかもしれないですよね、うんうん、高木、あとは高木慎吾選手、
だからけどほら今回もこのカードの解説ですよっていうのを前提で募集したんで、はいはいはい、まあ、ある程度はその出場する6人に関してはまあ知ってる上でまあ応募したんじゃないかなと思うので、はい、僕なんかより全然グレートムッチャ桜島納期に詳しい方かもしれないですよ、もしかすると。そうですね、わからないです、それはわからないです。そこに加えて、高木相談役も入ると。高木相談役は一体これ何を喋るんでしょうかね、これね。ファイヤーとかって言うんですかね、これね。そう、うまく振ってくれんじゃないですか、高木さん。高木さんが相手に入るしかないですもんね、だって。そう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 、高橋大輔だと高木さんがうまくやるしか、まあそうですよね、回らないですよね。はい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 。でね、うん、いやすごいよね。俺も応募しようと思ったから。すればよかったね。いや俺優勝で、俺が頑張れば、俺の頑張り次第で俺当選できるかもしれないと思って応募しようかなと思ったんですよね。あーけどね、そしたらもう優勝してメインイベントがあるのにゲスト解説もしなきゃいけないって言ったら、ちょっとごったごたになっちゃうなっつってね。なるほど、はい。なのでまあこれは、ガオラさんは後日放送でございますので、そうですね、はい。まあけどやっぱりこれはライブで見ていただきたいの で、ね、横浜大会は、はいはい、これ完全にもうライブ向きの大会でございますので、はい、じゃあでは早速ですけどもね、はい、レストラングランプリ、レストラングランプリもう一つの、はい、ルービックキューブ一面できるまでタイムアタック。なるほど。まず第1弾、ルールは制限時間が10分、まあ大体はい10分でできなかった場合はもう終了、揃った面の多さ、はい、でまあとりあえず、一面をできるまでのタイムアタックでグランプリしてますんで、はい、まず一発目お願いします。エントリー選手が誰かは言わない、言わない、見ていただいて、もうだら、はい、もう一発目から出していきましょう。じゃあいきます、はい、お願いします。まず一発目、よーい、スタート。こういうのやったことないんですよ、ちょっと。おああ、うわ、バラバラになった。てめえ、色、狙ってる色は？これ、僕今赤を狙ってます。赤を狙ってますね。今は何を狙ってますか？今これずっと赤狙ってますけど。ルビックキューブ前の、あ、今ちょっとウェイトトレーニングが終わって、はい、お菓子を、お菓子を、はい、すごい食べてました。ちょっと、あれスコッチに、はい、スコッチにいきなりルビックキューブやるって言われて、いきなりちょっと、はい、汚れました、ね、はい、ちょっとすごいいただいてたんですけど、ちょっとすごい美味しいです。すごい小池屋さんに、小池屋さん、お願いします。送ってください、スポンサーと、スポンサーとレストラン道場もね、お菓子送ってください。いや、送ってもらうためにはやっぱルービックキューブを揃えないですね。そうそう、赤色のスコアコス、スコアコス、お時間の方は今いかがだったのか。3分、おお、まだまだだ、まだまだ序盤ですね。熊さん、タイム制限があるので、あ、その時間になっちゃった場合はもう自動的に終了となる。わかりました。その場合は揃ってた数で勝負が決まります。はい、はい、
これをどうするみたいな。おっ、8個、8個。しかも面白い形になってる。しかもなんだっけ、これはダメですか。綺麗ですけどね、ちゃんと真ん中がロゴになってるっていう、はいはい、これどうするんだ。さあ、ここからが勝負です。終了。記録は最大8個、はい、一瞬で最大8個。暫定順位は、1位タイ。そうですか、おすげえ。タイです。このルービックスっていうやつが赤だったらもう完璧だったっすね。どうでしたか、初めてのルービックキューブは。ちょっと汗ばんでます。いやこれ難しいですね。スコーン。スコーン。小池屋さん、はい、これを見てる社長の方、レストランの、選手一同、小池屋さんのお菓子好きなんで、はいはい、よろしくお願いします。はい、スポンサーもよろしくお願いします。スゴン。一人目。これはできなかったということですか、これは。そうですね。10分でできず。できず。最大いったのが真ん中以外の周りだけ8マス。あの真ん中以外が揃うとですね、はい、できるはずなんですけどね。というか逆に、あそこ真ん中動かないから白のところに赤集めたらダメなんですよね、多分。まあまあそうですよね。はい、赤が真ん中に赤集めないと、そうそうそう、真ん中は絶対変わらないから。変わらないから、けどその変わらない真ん中だけ動かすやり方はあるんですよ。あるんですよ、はいはい、そこに気づかなかったということで。あきれるおじさん君だ。僕ら呆れてるって。あ、できないの見てなんか汗かいてやってましたね、熊さんね。あれ10分間でしょ。10分です、うん、すごいね。できないもんなのね、でもね。そうですね。てか逆にやっぱ難しいのかね、こういうのって。まあだから触れたことがないとか、多分やったことがない世代とか、多分そういうことだと思うんですよね。難しいんだろうね。もう本当にざっくり言うと、多分知ってるか知らないかですね。知ってる人はできる、知らない人はできないっていうざっくりした分け方ではないか。なるほどね。うん。今の。あ、10分でやれる事情ない、やっぱり、はい、はい、じゃあ2人目いきますか。もう2人目のエントリーいきますか。はい、2人目お願いします。いきますよ、よーい、スタート。
代表も代表で戦ってますね。関西も関西で戦ってますね。エースが2組戦ってますね。終了。難しいです。どうでした？いや、ルービックキューブやったことないんですけど、難しいですね。一面揃えるだけでも。すごい、めっちゃ考えてたんですよね。真剣に。チックカード。プレイ中一言も話さなかったのは初めて。ここにね、持ってきたいっていう意思はすごい、うん、ここにこれを移動させたいっていうのがあったんだけど、なんとなくいかないっていう。最大6面、7面、7個。7個？最大？7個まで行きましたよね。そうですね。で、あと2個がいかないんだね、最大。ちょっとこれを機に始めてみようと思います。ちょっと悔しいんで。始めるって何？いや、だからカカカカカパッてこうできるプロの方がいいじゃん。サササササって見ただけでこう動かせばそのこと分かる人もしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやすごい、ね、ちょっとこれ2人目も失敗、まずくないですかこれ。揃わず。難しいんですよ。難しいんですか。難しいんですよきっと。そうなんですよ、いや2人目も失敗。大体だってやったことのない世代、中学何ね、20、30年前、まあ僕が中学ぐらいの時だから、まあ30年とかそういうぐらいですよね。40年、うん、だって僕が小学生ぐらいでしたね。うん、
だからもう知らない世代は知らないですよね、触れたことないんだから。知らないですよね、きっとね。でもさっきちらっと東証に聞いたら、はい、家にあったって言ってましたね。お父さんとか親御さんが見たことありますね。だからただまあゆとりかゆとりゆとりか、ゆとりとは関係ないと思うんだけど、関係ないと思うけど。あ、35年前。あ、そうなんだ。知っててもやったことはない。い全然さっきから、まあ、まだ2人ですけど、できないんですけどね、これね。できる人出てくるんですか、これ。あれ、彼は今のところ何枚？7マス。7マスを。9マス中7マス目だ。それ争うようなことじゃないから、別に。そのでも8マス対7マス。10分がね。はい、8マス対7マス、はい、それ別にその多くあの集めたから偉いっていうのじゃ全然ないんで、この場合でも1面を揃えようと頑張って、9マス揃えようと頑張った結果、8マスとか7マスだった。そうですか、はい、頑張る。次のエントリー者はあの次大学を卒業されてる。おお、大卒、これ期待できそうですね。エントリーナンバー3、はい、お願いします。これはいけるでしょ。さあ頑張って。やったことない。やったことない。全然揃う気がしない。やめるもん。いや、早い早い早い。もうちょっとやらせて。そうです。割れてる割れてる。もう結構時間が。残り1分。ちょっと集中できない。はい、9分です。立っちゃった。いいね。いいね。いいね。あ、だいぶ過ぎてます。終了。めっちゃ早いか。めっちゃ早い。8マス。あ、惜しかった。8マス。これ以上は無理。めっちゃ早いですわ。範囲は？範囲ですか、はい。これをほぼ触ったことがなかったっていうのが大きい範囲か。じゃあ今日からちょっと触り続けて。ちょっと来年また同じ企画やってくれたら、もうとんでもない。もう。はい、もういただきますんで。これ用意した、ブーンパッって。もう10秒ぐらいでできちゃうぐらいの練習積み重ねていきます。よし、じゃあ川橋君ありがとう。ありがとうございます。10分間で、6マス、7マス。はい。7マス、7マス。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。エントリーナンバー3。いや、大卒レフリー。大卒、全然大卒じゃないじゃん、これ。いつもさ、うん、なんかうちら高卒のことをさ、バカにしてるよね。上から目線で、上から目線でガンガン通してる。ただ、はい、見てください、あのクオリティを10分やったあれですよ。あれですか、はい。でも彼は去年クイズ王出て、はい、クイズ大会出て、はい、こうリベンジ、汚名返上を込めてやってやるって言って意気込んで行ったんですよ、うん、そしたらこのありさま、あれですよ。岩石にこう乾杯してやったことないとか言ってましたね、今ね。そうですね。でも岩石くんも結構僕の、うん、年齢的にはね30代半ばとかですから、ですよ、ね、やってないのかな、ね、世代的には。でも触ったことないから本人ね、嘘ついてますやったことあるのにちょっと待って、ちょっと待って、レフリーっていうのはいろいろこうルールに基づいたことやる方ですよね、はい、嘘つくと嘘ついてますね、大卒嘘つく嘘つくというのはじゃあやめときましょう、はい、カッコつけてます、ね、カッコつけたい、ね、あええかっこしいですね。しかし結構ハードル高いですね、今んとこ3人ともできてないと。そうですね。あれ神林くん今何個？はあ、は7個。7個。それ全然評価の対象にならないと思いますよ、それって。岩石が7つ。7、7。熊さんが8。熊さんが8。別にあの点数競ってるわけじゃないんで、これ別に。いや、違うです。でも頑張って、9に近づけたやつは今のところ誰だって話です。まあ今のところ熊さんですね。はい、ただ大卒レスより大したことなかったっていうことは。本当、はい、日本の世の中にとって大卒とは一体何だっていう話になってきますね、これね。そうですね。ああ、結構で上がるかどうかわかんないですけど。はい、ただ熊五郎はしたってことです。そうですね、まあそういうことになりますよね。はい、大卒への風評被害。あ、やばい。やばい。僕らあれこの世界大卒賞なんか。そうですね。でももしかしたら他の大卒が。そうですね。はい。わかりました。じゃあ次、はい。次いきます。続いてエントリーナンバー4の選手。
エントリーナンバー4行きましょう。はい、行きます。はい、お願いします。さて、あれだ、超苦手なんですよ、これ。はい、よーい、スタート。超苦手なんですよ、これの。触ったことありますけど、もう何年も触ってないですよ。やり方して、いやこれわざと自分でやり方知らないって言って、油断、しといて、テスト勉強してこなかったら、そうそうそう、ね、今日勉強したって言ったら、うん、してないって言って100点取ります。ね、寝て、寝たアピールして、ね、徹夜で勉強する。そんな悪者にされなきゃいけない。いるんだよね。いや、でもすごい記録ですよ、1分20秒。これはすごい。ちょっと、アイスに。だいぶ近づきました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1分20秒はこれやばい。初の成功者が。あれ、渋谷さんって大卒でしたっけ。渋谷さん大卒ではない。大卒。あ、じゃあ大卒の意地をここで。だからあれですよね、神林は大卒じゃないってことです。いや、神林さんがその失落させた大卒を、あの渋谷さんが引っ張り上げたということでございますね、これね。はい、なるほど。いやー、けど1分台です。早かったですね。早かったですね。うん、あれ、俺行ったんじゃねえとかいう、なんか軽いノリで。そうそうそう、はい、もうちょっとっていうところでこうできるっていう確信があったみたいでしたもんね。あ、これうまくいくみたいな感じで。はいはいはい。でもやっぱやったことあったんだよね、きっとね。そうなんだ、ね、どうなんだろう。え、違うのかな。一応なんか さっきなんかやったことないんですけどみたいなこと言ってましたよ。ということは、じゃあもう頭で考えてできたってことですね。さすが大卒だ ね、 そうですよ ね、 俺ね。大卒だと頭で考えればできるんだけど、完売所は頭で考えればできなかったですね。大卒だけど。あんまりそこ行きらわないよね。そうですね。あ、はい、大卒の流れに。お、まだいますか。もう人。ああ、まだ大卒の方がいらっしゃると。次は5人目、6人目。え、誰。もう人。立花じゃない、立花。あれ高卒じゃないですか。あ、そっか。あれ高卒。はい、行きます。次のエントリー。スタート。これってどうやったらすごいのか全然わかんないですよね。これ揃わないっていう可能性もありますけど大丈夫ですか。10分がタイム制限にします。はい、僕10分じゃ揃えれないですね。それを揃えてやれますよ。これ。もともとは揃ってた。ね、どうぞ。そろそろと。いや、僕は揃えれないです、こういうの。何をどうやったら揃うのか全然わかんない。揃う気がしないですけど。大卒。これ。決まったありですよね。決まったあり。でも、ただ。はい。よくしてますけど、まだ56秒で諦めていいのかって言うんだけど、え、ギブアップしていいなら僕ギブアップしたいですけど。僕絶対揃わないですよ、これ。いや、それあれですよ、負けますよ。いいんすか。別に
大丈夫です。タイトルマッチも負けますか？いいですか？タイトルマッチは負けないんで大丈夫です。え？タイトルマッチは諦めない。タイトルマッチは諦めないですけども、これに関しては諦めてもいい。いきなり連れてこられて揃えてくれと言われたところで。ブルースなんて何も強いんだよ。おお。コンさんできたんですか？どうやったらするんですか、これ。視聴者に言われますから、近いから。視聴者に何て言われるんですか。クルーザーチャンピオンシップ挑戦者、ルビック級もできないんだ。関係なくないですか。全然関係ないですか。今見せました。今これじゃダメと思って、これで許してくれないかなと思って、2色にしましたっていうアピールです。とりあえず頑張って、なんかやり方はよくわからないですけども、とりあえず2色にしてみましたっていうアピールなんですけど、もうちょっとやるならやるって言ってくれれば。いきなり連れてこられましたね。はい。いきなり連れてこられました。いきなり連れてこられました。何するんだろうと思って連れてこられたところですからね。動かすとなんかどうなるかわかんないですよ。散らさないといけないですね。そう、一回散らさないといけないですよね。そしたらね。ずっと7個から動かないですけど。もうこの6個を壊したくないがために、もう7個から動かない。10分でダメだった場合は揃った数の並びですか、順位的には。にします。はい。まあでもしょうがないですよね。あっ、おっ8個。おっ、頑張れ。おっ、そこに青を持ってくれば。いやー、どうやって持ってきたらいいんだろう。でも今7個から8個に進化しましたから、これはいけますね。いけます。これいけるんですか。まだ6分ですから。吉岡さんの頭脳を持ってすれば。そうですよ、頑張らないと。あれ減っちゃった。あれ、どっかで回しちゃった。あれ、どこで回したんだ。でも意外とそれが好転するかもしれない。あ、やばい、なんかめっちゃいろんなとこ行っちゃった。どうしよう。あれあれ、これどうなってんだ。散っちゃった。あ、やべ、散っちゃった。どうしよう。あれ、どこ回したんだ。これ諦めていいですか。もう終わっちゃっていいっすよ。マジで。ちょっと僕できる気がしないんで。間もなくですよ。
惜しい。ああ、びっくりした。惜しい。ああ、ああ。近づいてる。それもできんじゃん。近づいてる。残像みたいな。ダメですか。あれ、ダメ？どうぞ、ダメです。終わり。じゃあ今度は宣言を終了。10分経過です。佐藤で10分で8個。8個。吉岡選手記録8個。ちょっと隣に1個ある。ちょっと隣に、本当に1個隣ですね。隣に残像を使えばいけるやつです。さあ、感想をお願いします。いや、苦手です、こういうの。本当にありがとうございました。無理です。お時間いただき、はい、どういうことですか。これ一番いい大学出たんですね。多分偏差値的には一番いいと思ってたやつが、はい、国立でしょ、国立。国立、まあ、あんまり良くないですか。あれ、お疲れ様です。ちょっとどうもお疲れ様です。ちょっとちょっと、どうしました。何どうした。ちょっとさっきからの大卒っていうフレーズが出るたびに僕ビクビクしてる、はい、なんでですか。ちょっと博士来たーって言ってもらっていいですか。博士来ましたね。吉岡来たーってことで、いやー、はい、はい、吉岡誠樹選手でございます。どうした。こんな夜中に、こんな夜中に、はい、アイスリーボン吉岡来たー。本当にちょっとひどいですよ。いや、ちょっと結構ひどいいじりされてますけど、はい、どうでした今のこうご自身で見てみて。いや、僕結構戦争室早かったです。あれ、やったことあったんですか。ないです。あ、じゃあこれが初めて。初めて。けど初めてで8つはね、すごいよね。そうですね。うん、ただ視聴者はもうアイスリボンとあのハートのタオルハートのタオル。アイスリボンはあれだけど、ハートのタオルなんでそんなに知られるんですか。めっちゃハートのタオル、だってあれ目立ちますもん。だってあれ道場にあったんで、普通シャワー浴びて使ったら、はい、使ってる時にいける呼ばれて行ったんで、しょうがなくないです。あ、ご自身のじゃないんですか。あ、僕のじゃないです。誰のですか、ね、あの、共用で使ってるタオルです、ね、あ、なるほどなるほど。タオルはアイスリボンですか。違います。あさってのアイスコラクへ行きますかって。すごいアイスリボン。アイスリボンの話は見尽くされてる。ほんと去年のこれのせいです。ほんとに、近藤さんの番組でそういうこと言ったんですね。アイスリボンが好きだと。記憶にないですね。あれ、記憶にない。ちょっと待ってください。記憶にないと。いやけど、あと一歩だったじゃないですか。8個まで揃って。そうですね、惜しかった。いや、あれは惜しいです。惜しかった。はい、言わせていただくですね、はい、3回動かせば9面そろ、あの、ここの揃ってました。あそこから一面完成、はい、1回2回3回で残りの1個があそこに行ってました。ちょっと現場で教えてほしかったですね。こう、ああの、終わった後にすぐこう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 やればっていうのを、まあそうです、教えてもらえれば、はい、ただ今ね、大卒の流れで来たんでね、うん、そうなんですよ。ここで、はい、ね、吉田は大卒者で、はい、どんどんどんってきたんだよ。一回ドーンと下がって、うわって持ち直して、レフリーが、はい、落として、ね、代表が上げて、候補が引っ張り上げて、候補が引っ張り上げて、で今ちょっと、あれ、薬学部で教えないですか、ルービックキューブの。教えないですよ。あ、そう、教えないんだ。薬学部でもあれですよね。頭はいい学校なんですね。そうそうそう。すごいよ。いや、もう。すごいですよ。一番ですよ。でもあれですよね、熊と同レベルってことですよね。まあそういうことなんですね。それが一番嫌なんですね。一番それが本当に嫌な、はい、熊レベルってことですね。まあただね、学校で教わってないっていうのはまあね、しゃあないでしょうね。だからね、そうですね。でもプラマイゼロって書かれましたね、だってあれですよ、レスルゲートでも教えてないですよね。教えてないですね。半蔵さんが教えるわけないですもんね。そんなこと教えてくんないですよ、半蔵さん。そんなこと教えてない。半蔵さん、ルービックキューブも倒立だからもう反対になっちゃ う。倒立でこう反対になってもルービックキューブは一緒じゃないですか。倒立でルービックキューブしたらすごいですけどね、半蔵さんね。へぇー、ダメだ。早田さんもできません。早田さんもできない。進むさんもできません。アイスリボンばっか見てるからだよ。シャーハイさんはできるかもしれないな。シャーハイさんいた。シャーハイさん好きっすよ。シャーハイさん、シャーハイさんいた。
上海さん、レスルゲートの上海さん、はい、ああ、めっちゃ上海さんができるえ、なんでそんなに上海さん好きなんですか。なんとなく上海さんだったらできるかなって。ああでも、ね、ルービックキューブ年齢的にはね、年齢的には、うん、ルービックキューブ世代ですからね、ビクトリー上海さんはね。上海さんってどれぐらいの人がここで分かるかって話になるんですけど。全然言われないですね。そう、誰も上海さん拾わないじゃないですか。要はですね、レスルゲートという、ね、上海さんだよ。昔吉岡さんがいた団体にいるビクトリー上海っていうその、まあ、地元レスラーがいらっしゃるんですね、はい、はい、その方が、まあ、社長が非常にお気に入りだと。誰って言われます、誰って言われます。皆さんビクトリー上海でググっていただければ、はい、画像がけんあのヒットするんじゃないかなと思いますけどね。サウザーの話したサウザーの話してるんですけど、はい、サウザーさんのが有名なんですね、やっぱりね。そんな話ではなくて、この、はい、今日は何ですか、あのこの夜中にあのいらっしゃっていただいたということは、このルービックキューブの行方が気になっていらっしゃったと思うんですよ。いやでも、はい、ニコプロ見てました、僕さっき。あ、見てたんですか。はいはい、トンショが変えるちょっと前ぐらいから、ええ、ちょっと見てたんですよ、事務所で、はいはい、で、そしたら12時ぐらいに、はい、某代表から電話かかってきて、はい、なんか飯食いに行こうって言われて、はいはいはい、飯食いに行こうって、この時間にと思って、夜中ですよね、はいはい、で、なんかいや、あんま食べれないですけどって言って出たら、はい、なんか車、なんか一緒に来る途中で、いきなりなんか水道橋行こうって言い出して、一緒に来てるんですよ、某代表は。某代表が、某代表が誰ですか、某代表。某代表、某 J ステージ、J ステージの、J ステージの全くカードを決めてくれない代表が、はい、じゃあ、はい、はい、来て、はい、来て、さあ、J ステージの山内代表がお越しいただきました。何しすごい、レスロワンの枠外番組に J ステージの代表が出るという、はい、何でしょうか。ただうちの選手が出るんですよね。そうなんです、レスロワンの選手が出るのはまだ、まだ、一応吉岡君が、一応吉岡君毎回出てるのに、一応吉岡君が一応なんですね、出ていただくんで。あ、9月11日に新木場でやるんですね。間もなくなんでちょっと宣伝します。させていただきます。あ、どうぞどうぞどうぞ。じゃあ宣伝しに出てきたということは、もう見どころをこうがっちり語っていただけるってことですね、はい、これね。お願いしましょう。はい、はい、ほらほら、あ、こうだ、まあメインで吉岡選手が誰とやるかっていうのはちょっとね、はい、まあ、お、メインなの。メインですよ。いや、まだ何も決まってないです。今もうメインって言っちゃいましたよ、今。毎回これ、ちょっとまだ何も、吉岡さん絡みの方はまだ決まってない。決まってないです。この中の誰かと対戦することなんですよね。そうです、まあ、ここに乗ってない選手かもしれないんですけど。いや、この中ではあれですよ、この方ですよ、この方、この方と BGW にてデスマッチヘビー級のベルトをかけて、吉岡選手とやっていただきたいなと。デスマッチは、ね、デスマッチでベルト、いや、デスマッチはちょっとベルト、ベルト、いやいや、通常ルールで、通常ルールでデスマッチヘビー級のベルトをかけて、こうベルト奪取に向けて。なるほど、大日本さんがあの通常ルールでも OK を出してくれるのであればやってみましょう、デスマッチ。いやー、ベルトが転がり込んでくるチャンスじゃないですか、これ。ぜひ組んでくださいよ、本当に。もし、もう決まっちゃってるんですよ。あ、そうなんだ。この辺りは、この辺り、その辺もちょっと決まっちゃった。ここのお二方、誰と言いますか。安浦の選手、はい、丸山敦史選手。それもまた、なかなかなカードですね。へぇとなると、限られてきますね、吉岡さんの対戦相手。まあでも、ここに出てない選手かもしれないんで。あ、このポスターには載ってない。はい、誰だろう。まあもちろんジュニアの選手ですよね。そうですね、はい。誰だろう、ここに載ってない。カナテバラモンとか。なんでそっちに行きたがるんですか。いや、あの方ジュニアじゃないですか。9月11日、はい、ってことは分隊の次の週。次の週、そうですね、はい。あ、なるほどなるほど。そうか、分隊の直後ですね。直後です。まあまあそうですね、はい、1週間ちょいやるんですね。J ステージのリングで、はい、吉岡聖輝対アンディ・ユーっていうのはどうですかね。これ横浜がどうなろうが、そう、横浜がどうなろうが、もう、ま、もう一回やったろうって光の速さで再戦が行われるという。その辺で社長、はい、社長どうなんですか。ちょっとどうですか、これ。え、
え絶対聞いてなかったええって言いましたね今ね超気抜いてたな今めちゃくちゃ気抜いてたね今ねいやいやこれ社長が気抜いてるってことはこれありえますよこれ本当に社長が気抜いてる間にほら決まっちゃう時あるじゃないですか決めるのはこちらの方ですからね社長寝てたね、はい、社長寝てましたよ完全に聞いてないよ、ねはい、できるかもしれないですけどねできるかもしれないよねこれねいやそうですだから横浜分隊で吉岡さんがアンディウからベルトを奪取すればレストランクルーザーディビジョン王者としてこの J ステージのリングに上がるっていうねそうですこれは山内代表としてゼガヒでも美味しくないですかそれ、ね、なんで美味しく美味しく美味しくなんのいけないんですかいけないんですかいいしょいいしょなんかあのベルト巻いて J ステージ上がっちゃいけないような言い方しましたね社長今どういうことなんですかそれ一体、まあ、いざとなったら剥奪がありますから社長権限で、J ステージでだったらもう剥奪だっていうそういう作戦がありますから。ベルト巻いては上がらせないっていう社長権限で剥奪。大丈夫です。いけます。それすごいな。なるほど。はい。じゃあちょっともうちょっと吉岡さん絡みのカードは発表には時間がまだ。まあでも来週ぐらいに。あ、来週ぐらいに。なるほど。いや、J ステージ。なんかご本人の方でこういうカードを組んでほしいみたいなのあれば言った方がいいんじゃないですか。なんて言ったらもう J ステージはね選手の夢が叶うねステージですからね。あ、そうですか。という話ですよなんか巷では。巷では、ね。まあ僕も知らなかったですけども。はい。だからなんかこうぜひこうやって。まあねだった方がいいですよ。おねだりした方がいいですよ。飯だけじゃなくて。なんかいい選手ないですか。なんかいい選手いないですか。僕前あのニコプロさんでやった時に、はい、あの J ステージの告知番組やった時に。はいはいはい。東郷さんとやりたいって話言ってましたよね。おうおうすぐ却下しやがって。却下してない。却下してない。東郷さんには林さんが、はい、そうなんです。なんで、うん、なんかルートありますよね。林さんは、うん、カズさんとやりたいってなってあの東京、うん、あじゃあの海援隊デラックス対、うん、この J ステージの若い何人か選手っていう話もあったんですけど。うんええ全然なんか実現に結果動こうとしないんですよ。ちょっと忘れてた。こういう人ですよ。忘れてた。ああ、じゃあ覚えてる範囲でしかできないってことですね、これね。すごい大会で。その時は正規は誰と組む？僕だからなんであの進さんとか。ああ、レッスルゲート。そうそう。レッスルゲート対かあの海援隊で。ということはじゃああれですね。はい、あの中島さんついてこない。まあスペシャルレフリー。毎回触れられる。スペシャルレフリー。そうそう。開演隊とレスルゲート両方に。正規と進さんと、うん、あの半蔵さんが組むってことですね。いやけど半蔵さんも開演隊デラックスじゃないですかだって。覚えてないですね。ひどいよ。ひどいよ。ひどいよ。半蔵さんちゃんと海援隊だったから、はい、もしかしたら対抗戦に全面対抗戦が半蔵軍隊半蔵軍半蔵さんそっち側じゃないですかそれはじゃあ両方入ればいいんだ半蔵さんがなるほど陸東郷風林、うん中島半蔵対、うん進むようや吉岡正規中島半蔵軍なるほど一回将軍岡本さんがそれ一回やりましたからね明けぼの将軍岡本対剣道家臣将軍岡本っていう試合やったんですよ東京連帯でありましたね、うん、だそれを半蔵さんに今度やってもらうとどう対抗戦見たいって言われてますほらこれでこそレッスルゲート対海援隊デラックスの全面対抗戦ですからついに、ね、ついに中島さんが中島さんがレース代表なんとかしてくださいよこれ新木場が半蔵さんあの、ね、ギャラは1試合分でいいんで2試合分じゃなくて、はい、すごい両方のチームに入っていただけますかって言えばこれを見たいぞ見たいぞってほら見たいぞだっていやチケット伸びるねこれね夢いやカズさんもじゃあそうですよだから今ここでそうオファーをえ俺出たらだからもう中島さんちゃんとブッキングして条件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 いやようやく中島さん来るんだったら全然ようやくあの食いついてきましたさっきまでかったるそうにしてた社長が中島半蔵の名前を出すや食いついてきましたねはいあでもあれですよ真面目固まってきましたねってきましたようんいやこれ夢のカードだわまさかレッスルゲートと海援隊デラックスが全面対抗戦やるかこれは本当思わなかったわ本当にいや夢あるわ J ステージはこれ本当にでもあれです、ね、中島さん見てねえかな
これをこれ見てない。見てない。半蔵さんこの時間も寝てますよ。あの人鳥と同じ時間に起きる人ですから。はい。すごいですね。決まった。まさに夢のステージだね。夢のステージだよ。いやーこれ絶大なるこれ宣伝になりましたね。今日ですね。ご飯食べに行った帰りに寄ってみた感じしましたね。これ本当に。ね。いや良かったです。良かったですねこれ本当にね。いや一歩進んで、ね、一歩進みました。ぜひぜひ。せっかく山内さんも来たことですしね。これね一歩進んで帰れたので。帰れたので、ね。はい。でもう社長もオファーが受けちゃったんですよ。条件付きオファー。条件付きオファー受けてくれたんで。中島半蔵を呼ぶという。はい。そんなのやるということなんでね。いやまさかこれだけキャリーを積んでもう一回半蔵さんと。いやーとしか言いようがないという。いやーとしか言いようがないというね。もう。はい。まあ。前向きに検討しましょう。前向きに検討するということで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしく、いや、するのは代表ですからね。はい、はい、ね、はい。他に何か告知事は？特にありません。あ、今回、はい、Jステージいくつになるんですか今回？今回7ですね。あ、7回。はい、前回も7。前回も7。どういうこと？前回間違えてですね、6やる前に7って歌っちゃったんです。前回。そういう。あれ、じゃあ今回6にするんじゃないですか？いや、6にすればよかった。いや、またちょっと印刷ミスで7。じゃあ J ステージセブンスが2回やるとセブンスの横セカンドって書く、うん、J ステージセブンスセカンドっていくつなのか分かんないけど、まあ困ったら 7.5 とかにするしかないそうですね。第2回 J ステージセブンスってことになるわけですね。そうですね、これね。そうですね、はい、分かりました。9月11日月曜日新木場ファーストリングで夢のカードが揃いますので、はい、はい、対抗戦がね、見られそうでございます。それを皆さん楽しみにしていただきたいなと思うわけでございます。山内代表ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、吉岡さんも行ってしまうんですか。そうですね、吉岡もだってあれ一緒に来たんでしょ。一緒に来たんで、あの人に送ってもらうんで。お疲れ。ここでもう一回吉岡さんのルービックキューブ見たかったんですよ。いや、本当やめてください。見たかったんですけどね。ただ、あれなんですよ、あの大卒で今こうなってるじゃないですか。あ、これ以上下げるわけ。多分これ以上やって、多分このアイスリボンの方を触れなきゃいけない。そうですね。アイスリボンが下がってしまうことになりますからね。ハートのタオルで済ましましょう。はいはいはい、はい、ハートのタオル、ね、ここでできなくてアイスリボンが後楽園前に評価が下がってしまったらまずいですもんね、これね。わかりました。はい、というわけでございます。吉岡誠輝選手でございました。また明日。また明日。また明日。このためだけに来てもらったんですね、本当にね。ありがたいですね。ではさあ、さっきの対決の続きに戻りますか。戻ります。はい、まだあると。さらに大卒。大卒が続きます。え、まだいるんすか。まだいるっけ。え、大卒いきますか。誰、こんちゃん違うよね。誰だっけ。こんちゃん。あ、こんさんも大卒。あ、そうか、こん、そうだよね。こんちゃん、そうか。では早速。はい、お願いします。はーい。練習があるね。そうか、そやさんもそうか。あ、そやも。おー、チアワのキレンジャー頼むよ。7個まで行ったのにだいぶ遠のいちゃったな。もうちょっとさっき考えてやってたらいい感じになったのに、考えるのちょっと疲れちゃったな。考えるの疲れた。考えるの疲れた。でも悔しいな。そりゃそうだよ。悔しい。こんなところで負けるわけにはいかない。高学歴アイドルですからね。6でしょ今、うん、6じゃダメなんだよ。で、ここにあるのをどうにか、ここにあるの、こうなったらいいのに。でもここにあるのもおかしい。でもここにあるのもおかしいし。7! 7! やっぱ知恵の輪がいい。佐々木さん、ギブアップということで終了。知恵の輪がいい。よし、番外編だ。知恵の輪を挑戦しよう。え、どういうこと？こういうの取ればいいんじゃないの？あ、取れないの？ちょっとどうにかーって怪力とかできないかな。いや、それダメです。でも他の皆さんが無理だったんだもんね。そうそう。で、そもそもそのボルトを取れたら取れるって誰でも気づくことだから、そんなことある。そんな甘くないか。知恵の輪でボルドを取ったら完成ってこんなわけないよ、ね、そうですね。待って、あ、こっちは動かない。あ、動くよ。そう、全部動くね。ちょうどいい何かがある。ちょうどいい何か本当にあんの。でもこれ6段階のレベル4だったんですけどね。じゃ
ゃあこれよりももっと難しいのがあるってことですね。あった。ちょっと待って、本当にこれなるの？ちょっと待って。できてる。なんで？嫌なやつでしょ。すごい。嫌なやつでしょ。見て。いや、見ますか。渋谷さんができた。嫌なやつでしょ。すごいんだけど、どうやったの？教えて。ギブアップ。ギブアップ。終了。ありがとうございました。かなりまたこの偏差値の高い大卒を、はい、佐伯さんは大学は慶応大学だってテレビとかクイズ番組出てますもんね。あの高学歴アイドルとか言ってすごいんだから。で慶応出た結果があれですね、もういいやつもうやだっつって、はい、すごかったっす。投げてしまうという、はい、で横にあった知恵の輪やらせろと、はい、それも嫌だ。知恵の輪はできないと。何だったでしょうかこの流れは一体。結構そのなんですか、サクサクっといっちゃって。どういうやり方で慶応大学を体現したんですかあの方は一体。ねえ分からないですね。はい。いやね、薬剤師の薬学部の次は慶応行ったんですけど、ね。うん、どうにもならもう要は学歴と関係ないってことですねこれはね。そういうことですね。そういうことですね。だけどあれできなくてあのえーってなってこれぶち壊すんじゃないかとって僕あのヒヤヒヤでしたよ今。すんげえ筋肉。すごい筋肉ですよね。こう回すごとにここがあの波打つというですね。ただ昔あれ全部バラして付け直すってやってましたよね。そう付け直すやってた。やってた。だからいや佐伯さんだったらあの昔あのダニホッチがリンゴを片手であのぶつぶしたようにルービックキューブ片手でぶつぶすことができるんじゃないかなと。いい筋肉を持ちでってことね。いや結局レスラー誰もできてない。そうレスラーは今のところ誰もできてないですね。ここからがちょっとここからは、はい、ここからがもう皆さん大注目です。なんすか次行きますか。次早速行きましょうか。はい、どうですか、はい、次はちょっと男前の方。男前、はい、さあ誰でしょう。ジミー鈴木か。じゃあ行きます。はい、お願いします。懐かしいね。ニコプロで今やってて一面をまあ、揃える速さ。昔3面まで揃えられたことができて。それはすごい。もう何年前よこれ。30ルービックキューブ30何年前だよ。はい、だからこれを一応まあ制限時間10分ぐらいで一面を揃えます、うん、何色でもいいのね。何色でもいいです。あ、オッケーオッケー。いきます。用意スタート。うん、うん、うん、お、はい、はい、あれどこだ。あ、すげえ、あ、すげえ、ここか、ここか。あ、ダメだ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 、ダメん？こうかな？違うな。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 うん。こっち。どうやんだっけな。どうやんだこれ。忘れしたな。あれ違うな。こうだろう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 。でこうだよ。やべ。一プロ決めてた。すげえ。来た。やべえ。ダントツ。来たね。そしてプロレスラーで初めて。初の。一面でだよ。一面、はい。よかった。一面。初めて。今のところ五六人やってますけど。嘘、そんなやってんの。五六人やってあるでしょ。あ、8個揃ったねとか。うん。7個だねとかそういうルール。一面まで揃ったの。レスラーで初です。そして記録も当然すごい。よかった。なんか嬉しい、はい、っていうか、うん、どうやってたっけっていうことはやってたことあるんですね。まあその3面ぐらいもう3だす。でも30なこれだって いつだっけ。俺だって小学校ありましたよね、うん、あれ以来やってねえし。小学生ぐらいの時はなぜか家にあって、そうか、だか最近の子はやったことないんだよきっと。
みんなそうですよね、初めてって言ってました。あ、本当に、はい、あ、だからですよ、うん、やったことある。一生懸命頭を使ってやってるんですけど、うん、全然ぐちゃぐちゃになってるとか、うん、正規とかできんじゃないの。あ、これから終わったの。あ、そう、やっぱみんな若いもんね。じゃあコンちゃんとかいけるかもしれない。じゃあ料理長、会長と副社長の話を、うん、武藤さんいけるか。いや、わかんない。武藤さんだと年代上すぎちゃうのかな。もう11個でしょ、20歳ぐらいか。20歳ぐらいにこのおもちゃってテンション上がる。やらないか、その昔。あ、微妙なとこだよね。だからもう見た時点ですごい文句を言われるか、どっちかだと思う、うん、そうだよね。ただ柔道やってそうだもんね。本当にね。だからもう社長担当するすごい速さに事務所で、よし、やったね。ありがとうございます。えいし。いやー、さすがですねー。いやいや、うん、やっぱね、はい、やったことあるからなんですよ、きっと。30年ぶりぐらいじゃないですか。ちゃんと覚えたんですね、手先が。まあ、だからあれですね、こうだったかな、こうだったかなって言ってましたからね。そうそうそう、ずっとあれあれっつって、なんとなくあと1個いけるんだけど、どこだったっけっていうのがありましたよ。やってるうちに思い出したような感じですか。そんな感じ。あ、うん、なんかこんな感じでやってたなみたいな、うんうんうん、仕事した。だってケイさんだって、はい、できたんでしょ、昔。まあまあ僕はね、そうですよね、はい、僕はね、はい、いや世代的にやった世代ですよね。だから家にあったってことですよね、おもちゃとして普通に。そうですね、はい、家にあった、あった。だから多分今の若い選手の家にないっていうか、ないんですよね。そうそうそう、おもちゃが多分家にそうないんですよ、ね。だから出会わないで、まあ出会わなくても多分生きていけるから。生きていけると、はいはい。だからあれなんですよね。出会わなくても生きていけるけども、できたらできたでこうやって絶賛の嵐ですよ。そう、それか。さすが社長とか、そう、最後に、ね、最後に社長が持っていくのは伝統だとかいろいろ言われて、いろいろ言われてましたよね。で、言われてましたね。はい、伝統らしいですよね、レスラーで。武藤イズムってこと。武藤イズムと。いやけど、武藤さんにちょっとね、やっやってほしいですけどね、これね。よろしいですね。武藤さんこそ直撃世代でしょうから。うん、ああ、うんうん、そうですかね、うんうん。武藤さんね、シャイニングルービックキューブですよ。うん、いやー、ね、そうですね。ピカーってこう光ったと思ったらもう6面全部ね、やっぱりこう揃ってるみたいな。今のうちの団体って若い子ばっかりじゃないですか。はいはい、だから結構ダメなんですよね。だからですよ、知らないですよね。ちょっと上行った人は。うん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 。なんでやってない。やりましたよ。僕もやったんですけど、普通に、はいはい、5、6分かかって1面できるという普通の成績。至って普通の成績。至ってあの、うん、スタンダードな。あ、でも出たらやっぱり、うん、ほら、すごかったわけじゃない。やああ、クリアして、はい、うんうん、はい、そうですね。だって僕も家にありましたもん。あ、普通になんか、ね、なぜか、うん、まあ、親父が持ってたのか、お袋が持ってたのかわかんないですけど、なぜかあったんですよ。やっぱあった、家にあった人はまあ割とできると、はい、いうことですね。いや、さすが社長の面目立ちましたこれね。社長さすが、うん、ということで、続きまして、はい、続きまして、まだいる、まだいた。社長を倒すべく立ち上がった方が、あ、社長を倒す、打倒社長、はい、打倒社長、ぜひぜひ、誰、次は誰だ。では見ていただきましょう。はい、この方です。できるよ。マジですか。うん、年代的には俺もドンピシャ、ぐっちゃぐちゃにしておこう。で、あれだもん、この後のやつもやってるから、板のやつをこう、知らない、なんだっけ、名前。それは知らないです、ね。板をこう、ペタペタしてやるやつ、流行ったんですよね。じゃあ、10分以内の、うん、用意スタート。待って、待って、用意スタート。行くよ。用意スタート。全然、やり方が違うもん。どこが一番、どこが一番。ギブアップ。え、28秒。
いやあれ雰囲気だけだったろ、やっぱり雰囲気だけなんだよ。最初前振りだったな、やっぱり。はい、なんか手のこの回し方とかすごいプロっぽい感じでやってたけど、すげえ早くシャ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 ってやってたけど、俺途中から全然揃ってねえなと思ったんだよね。すごい思いました、ね、やったなあの副社長な。ちなみにタイム見せていただいて、タイム28秒ギブアップ、めげるのも早いです、ね、そうですね、はい、秒殺で、はい、ありがとうございます、はい。28秒ギブアップ秒殺今の見せ物として本当面白かった今のあの素早い手さばきね、これはできると思ったらなんか動画で、うん、あるのあるじゃないですか、そう、うん、かかっててバッていくのかなと全然揃ってないっていう、いや今のは本当面白かったわ。いややっぱ大卒とは違いますね。いや違いますね、ほら全員騙されてる、みんな騙されてますねまたあの置いた時のね、どうだと言わんばかりのね、さっそうと帰ってきました、ね、そうさっそうと帰ってきましたよね、あれね、よしよしっていう、ね、いや何がよしなんだかよし決まったみたいなもんね、あの服装も謎なんですけどね、あれね。でもだからもうあの仮面とかそっちに持ってかれちゃって近藤さんずるいっすよ、絶対必ず服装で持ってくもんだって必ずいやすごい副社長ですね、レスルワンは。いや本当に何回必ずやってくれますから、ね、何回やってくるね、か、ただでは終わらせない男ですね。終わんない、普通で終わりたくないと思ってます、ね、自信たっぷりギブアップしたって、そう本当あんな自信たっぷりのギブアップ見たことないですよね。28秒を回して、うんうん、バックって感じ、どうだ俺ギブアップだよ俺っつって、ギブアップできるかっつって、できるかっつってましたからね、安泰だなって、安泰だな、安泰だなって言われました。いやすごい、この二人が分隊で世界タッグ調整、タッグに調整するんですよ ね、 そうですね、これ俺セミファイナルがぜん楽しみになってきたな、これ社長副社長コンビはこれですからね、相当侮れないですね、社長副社長コンビはこれ、二人で1分半、2人で1分2人で1分半そう、2人で合わせて1分半、2人の撮影時間2人で1分半1分半で、1分はできて1分は全くできないというこれ相当いいわこれ、セミは。いや今日あのこのね、文体煽りの24時間番組で初めて今煽られた気分になりました、はい、ね、これは横浜面白くなってきたって今初めて思った。どんなタッグになるんだろう。いや本当に246じゃなくてチーム1分半だったチーム246じゃなくて1分半って出ましたよ今日からチーム1分半やべパンフ変えなきゃ、これパンフもう考慮しちゃったんだけど、なんとか止めて246の子1分半にしなきゃ。すごいな。いやーよかった今のは。そうですね、あれやっぱこう笑かそうと思ってやってたところが面白いんだよね、あれね、あれ狙ってやったら全然面白くないもんね、あれね。あのちょっとね、何ですか、見たでしょ、うん、あれもちょっとあのぽいよね。そうなんですね。そう、細かい。分かったのかな、どこで行くかな、分かったのかなと思って、どっかそれやつを調べてたのかなと思いきや、あれ最初10秒ぐらいもおおーと思ったけど、俺もね、だいぶね、それこそ30秒ちょうって前ぐらいから、うん、あれおかしい、何も増えてないぞと思ってきた、手元が。僕20秒ぐらいから どの色を集めてるのか分かんなくなったから結局これどの色も集めてねえんじゃねっていうところで終わったからね。そしたらプスッとね、いやー、煽り V に使えるって今の、ね、当日のこれは新井君に言ってこれ使ってもらいましょうよ、これ、ね、煽り V に、ね、チーム246復活じゃなくてチーム1分30秒、そう、チーム1分30秒、チーム1分3、なんかあれみたいじゃないですか、オフチン 3.46 みたいな感じでここに 1.30 って書いた T シャツを作れば売れるかもしれないですよ、これ。いいなぁ、着たい、ルービックキューブ会からね、もうこれ分体で売ってくださいよ、僕買いますよ 1.30、 ルービックキューブ会からは、うん、もしかしたらね、あのイメージキャラクターとして、ちゅうかさ、これを見てさ、ルービックキューブをまたちょっとやってみたいなって思う人出てくるんじゃない。いやもう結構みんなさっきから俺もやってみたいっていうコメント流れてますよ、ね、うん、で、そうですよね、岩石に至っては始めるって言ってましたからね。そう言ってた、この機会から始めます。で、年末のシュープロさんの選手メーカー見てみたら、レスルワンの選手たちみんな趣味のところにルービックキューブ、ルービックキューブってみんな書いてあるっていう、ルービックキューブ団体になるみたいなね。はい、でもやっぱりできなかったら相当恥ずかしかったんでしょうね、多分絶対なんかやりたいっていう何かあったんでしょうね。だからそこから這い上がってくるのがプロレスラーですから、ね、そこで悔しく思って絶対ルービックキューブ一面揃えるようになるってなってこそがプロレスラーですからね、これね、はい、いや素晴らしかったです、社長、はい、社長副社長には持っていかれました、はい、本当に、はい、社長が優勝かと思ったところ、はい、もう一人挑戦者が最後、は
はい、ラストの挑戦者。ラスト、はい。ラスボスが。ラスボス。誰だ。この方です。誰だ誰だ。すみません。いきます。用意。スタート。何色を揃えるのか関係あるの？もう何色でもいいです。好きなのを適当に洗い、あの、合いそうなのを一面揃えてくれれば。今レスラーみんなでやってるんですよ。レスラングランプリってタイムアタックで順番に。これはこうだかな。でも昔やってたんですか。やったことないこんな。こんな面倒くさいな。そういうコツわかんねえな、これ、うん、追いかけたら逃げてっちゃうな、これ。そうなんですよ、うん、なあ、そうなんですよ。で、惜しいところで、あー、だーってことなるんですよ。追いかけてきゃ逃げてっちゃうな、うん、はい。たださっき林さんが言ったのは、真ん中は動かないので、真ん中は色が決まってるらしいんで。マジかよ、真ん中が決まってねえよな。はい、だから真ん中の色に周りを合わせていく。絶対あれだんだんこれ一面揃えるのとこの一面揃えるのと、はい、全部揃えるのってこれ違う方法じゃないのこれな。いやだって全部揃えるは多分一瞬で最後パチパチパチって揃う。そうだろう。だからこれ違うんじゃないの全部揃えるの。え、そうまあでもどこか、あ、まあでも一個は、うん、なんだブルーを揃えてるのにオレンジの方がちょっとでもそういうのはあるじゃないですか。こっち揃えようとしてるのに全然こっち集まんないみたいな。ブルーが、あ、でももう5枚、これ全部9枚やるのか。だから最後カシャってはまる瞬間があるね。じゃあちっちゃい頃こルービーキューブってないんですか。うん、あったけどこんなのやれてない。やんないこれ面倒くさいこと。面倒くさいことは面倒くさいって言わないですよ。で実際あれですよ、まだ2分半しかやってないんですよ。2分半しか体調記録で。これ知恵の輪みたいなもんで、ね、プッと入るときあるんだろうなきっと。これ あそうですね、ぐちゃぐちゃやったらスポッと抜けたりしますよね、知恵の輪。あの揃え方がわからねえよ。どうやって揃えるのか。やっぱこれむやみにやれる考えてやんなきゃダメだな。あ、でも動かせるよりちょっとここをこうしたいからって話されてましたね。ちょっと待ってよーって考えて。ただ今のところプロレスラーでクリアしたのは林さんしかいない。そう、カズキヨだな。なんで、うん、真ん中、お前真ん中が揃ってねえよ。そこがまた真ん中が揃えよ。いなくなっちゃうんですよ。さっき揃えてたのにいなくなったんですよ。もうそうそうギブアップだな。ギブアップですか。うん、もう尺足りてるだろう。尺、うん、ちなみに今もう4分経過です。何分取るんだこれ。どうします。もう5分で決める。5分で、5分で、5分で、はい、わかりました。あと1分です。お父さんクリアしてください。1分で、もうそろそろギブアップだぞってすごい言っちゃってますけど。そのままでもこれイライラしてる。まあでも近藤さんも30メートル投げましたよ。無理だ。あと3個。あと3個。あと3個。完成。あと3個。3個。カチャカチャ動かしたらもしかしたら、あと30秒ありますから。何事もこのぐらい未完成ぐらいが一番いいんだよ。何事も。プロレスラーもですか。うん。そんな完成されてるの面白くないな、人間なんて。じゃあレスラーも。うん、そうだね。今が一番いいんだよ。
そうですね、会場の理論が今もう未完成ぐらいのチョコレートだな。これはまあここぐらいんだよこれだけ取っとかなきゃダメだけど、これを動かしたらここ行くんだけど、これが動いちゃうからということは、あ、ダメだ、これは違うか、邪魔できます、うん、あれ、また3つだ、まだこれ3つ、1個ずつ制御して、これが、こう、あ、ダメだ、これこうか、こうだな、ここで1個揃って、これが、これは、あ、ここ揃ってんだ、これは多分違うんだな、五分五十秒です、うん、やめた、終了じゃあ6分でギブアップということで、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。武藤さんね、はい、もう言ってる最中はすごいこといろいろ、いや名言連発でしたね、はい、あのもうそろそろギブアップだぞと、そう、そう、やる気もなく、やる気もなく、はい、ギブアップ行くぞっていう感じでしたよね。で、あとはもうこれぐらいがちょうどいいんだと、未完成がちょうどいいと、未完成がちょうどいいんだ、みんな人生楽になったっていう、ね、励まされた、励まされたって、みんな生きる希望が湧いてきたと、プロレスもそうだって、完成されたものより、ええ、あの未完成ぐらいがちょうどいいって言ってましたね、やってないって言ってましたけどね、本当なんですかね、やってますよ、世代的にはやってますよね、あれやっぱ嘘ついてるんですかね、あれね、あの動かし方あるじゃないですか、あれやってますよねあれ昔やってますよね、あれはあの初めてやる手つきじゃないです、あれは、いやー、やってるはずだけどね、明らかにあの熊がやろうやったら全然違いますもんね、うん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 、あ、やってますね、やってますね、あれね、はい、ちょっとその2人のそのあいつやってますねみたいな、そのやめてもらっていいですかあいつやってますねみたいな、いや、そんなこと、そんな言い方してない、そんな言い方してない、そんな言い方、いや、けどよくやってくれましたね、はい、あれ、いきなり言ってやってくださいって言ったんですか、ザボですって挨拶して、はい、隙をついて、はい、あのニコプロの、うん、24時間番組の企画で、うん、ルビックキューブ一面タイムアタックやってるんです、はい、いいっすかって言ったらあ、やだよ、できねえよって言いながらも、うん、私たら持ってくれた手に、私たら手で受け取ってくれたんで、行きます、用意スタートって言ったらやったうまいなぁ、持ってき方がいやそしたらもう見事にスタートして、あれ、いけんのかなと思ったら、ええ、意外に足踏み、6分台でね、諦めちゃってね、そうですね、いや今のは大丈夫ですか、30秒5万円かからないですかね、今のはどうなんですかね、一応、でもまあこれはあのニコプロが払うんで僕は関係ない、まあそうですけどもね、はい、なんかどんどん増えていきますね出費がね、本当にね、いやーけど最後の、これが最後のチャレンジャーですか、西村さんね、ということは1位は、はい、林さんだ、おーさすが社長っていうことは、もしかしてこれです。これやったね。これあの道場に山ほどありますから。持ってっていいと。ここも二十何本ありますし。わかりました。あのみんなに除菌で綺麗になってください。そうですね。清潔に、男状態なんで清潔にしましょう。とりあえずあれだね。はい、リング使いましょうよ。そうですね。あ、そうですね。うん、リングで使いたいな。はい、あと着ぐるみと。着ぐるみ、ムトベア、ムトベアね、着ぐるみって着ぐるみって言うと身も蓋もないんで。はい、この時期もう汗ばんでやばいですから。うん。そうだろうね、もし効果がね、やってみないと分かんないですけど、ね、いい匂いにしましょう、売りましょう、売りましょう、まああとやっぱりルービックキューブ、これ売店で売った方がいいですよ、これねえ、うん、なんかね、僕もまたちょっとやりたくなってきたちょっと今やってくださいよ、じゃ あら今はやらない、ちょっと今やってくださいよ、今はやりません、せっかくこれみんな盛り上がってんだから、誰かがここやんないと、やっぱりでもルービックキューブどうします、うん、レッスルアンドと黒と赤ですけど、うん、2色で、いや2色じゃあれでしょ、一応3面ずつ、一応黒3面赤3面そうすぐ、あ、けど逆にそれ難しいかもしれないね、通常のやつより、分かんないです、それが分かんないです、うん、
でも西島さんとルービックキューブを探しに行ったら、はい、あれ今やってもらったのは 3なんですけど、うん、22もあったり、あります、ね、44もあったりする。22のが難しいんですよ。そうですか。33よりも、へえ、22のがもっと難しいです。22と33と44もあったんですよ。44は難しいですよ。44ももっと難しいですね。じゃあ3が一番いいんですか。3がやっぱり揃いやすいと思いますね。実際時間もその全面揃える時間を競うとやっぱり 3が一番あの早いんで、世界記録的にも、はい、すごいな。いやけどちょっとこれもしあのレッスルワンのそのね、あの会場売店でルービックキューブを売り出したら買うかどうかのちょっとアンケート今取ってみましょう。これあ、はい、パズルっぽく普通にレッスルワンロゴキューブ、そうレッスルワンのロゴが入ったあの、うん、ルービックキューブがもし販売されたら買うか買わないか、うん、まあね、あの販売された暁には今欠場中の大和洋大先生にですね、うん、実演を兼ねてそこにいていただいてですね、でこう大和先生がやってるとこを見ながらみんなこう買うみたいな感じにしていただければ。 はい、でも絶対白入れるのやめましょう。6色で絶対白なしでしょ。でも大和だったら全部白です。それってもう揃ってるじゃん。揃ってる、それ全部揃ってる、全部揃ってる。ちょっとそれこそ近藤さんの正解になりますから、ね。そう。ほらできた、ほらできた、できた、っていうなりますからね。はい。ルービックキューブ。はい、じゃあはい見てみましょう。せーの、ドン。これだけやって買わないっていう人はいないと思うんだけどね。本当ですか。やりたい。ほら8割。8割、それでも買わないとか 19.2% いるというね。はい。8割の方が買うと言っておりますよ社長。これはもうグッズとしてこれだけ。レストランと密接な関係になったわけですから、ルービックキューブがこれからルービックキューブの需要が上がったら、はいはい、今上がったら絶対レストランのおかげですねこれね。まあそうなりますね。はい、だから他のとこで需要が上がる前にもうこっちでやっとかないと、抑えとかないと。そうですね。だから逆に言うと明日のどこかのおもちゃ屋さんとか店舗で、ルービックキューブが売れた場合はマージン僕らに入らないとおかしい。そう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 、本当にこれ見て、あ、明日ちょっと買ってみようかなってたまたま買っちゃったら、うん、これこっちにバック入らないと。そうですね、ロイヤリティ入れてもらわないと。ロイヤリティを入れてもらわないと。コマーシャルしたから。そうです、うん、ルービックキューブってどこの会社なんですかね。ですね、アメリカですか、外国か。いや、あのマーチャン、あのこっちで権利を持ってる。いや、日本にも宝かどこか。へで一応ですね、あの日本ルービックキューブ協会というのがちゃんとありますので、はい、あの日本大会を開いてそこでこう成績、好成績を収めた方は世界大会に行けるっていう大会が、大会があるみたいです。開かれておりましてですね、日本大会がレスラーの代表として、代表として、はい、1位ですかね、はい、そうです、つくだがそうです、つくだがそうです、つくだで出てるの。すごい、はい、ぜひちょっとレスラーの皆様でそれ参加していただけ、ただしそれあれですからね、6面ですからね、はい、はい、6面を揃う、あの揃わせる大会でございますから、はい、明日見かけたら買っちゃいそうだと、ほらね、ね、いや俺もやりたいもん今。いやちょ、今やってもらえませんだから。今はいい。なんで今やらないですか。はい、今度やろう、はい、というわけですね。はい、というわけでこれがレッスルワングランプリだと、はい、盛り上がりましたね。面白かった。今のレッスルワングランプリみたい何人の人が横浜分隊に行こうと思ったかとかですねこれね。そうです私があの少なくても横浜分隊に対して興味を持ちました。そうです、さっきので。はい、あ、よかった、はい、よかった。1分半でしたっけ。1分半とその後のあの、あそうか、近藤修二さんと、和社長の合わせ技でこれ横浜これ面白くなるなと。そうですね、だからもうあれですよ、権力者の上から順番に3人やらしましたからね、うん、こっちはこっちは本当にあのそあそこにもう一人相談役がいればパーフェクトにしたと思った。相談役ちょっと忙しかった。相談役忙しいんで、ね、僕狙ったんですけど、あの一応 OK ってもらってたんですけど、あ、この君ちょっと時間がないからと思って言われちゃって、一回 OK 出て結構そうじゃならなかった時がありますので、はい、狙ったんですけどね、はい、いやけどね、三大巨頭がね、ルービックキューブを揃ってやる会社なんてあんまりないんで、筑田以外はないんじゃないかなと思いますので、いや、よかった。はい、よかったです。これはいい企画だったと思います。はい、本当に。何でも戦えるレスラーはすごいですね。プロレスだけじゃねえっていう。レスラーは。ほとんどプロレスで勝負してないもんね、さっきから。なんちゅうこと言うんですか。さっきから、プロレス以外のことでばっかり勝負してるじゃないですかって。いや、プロレス団体ですから、レスラーの。はいはい、そうですね、林さん。そうですよね、確かね。ですよね、はい、レスラーというプロレス団体があるってことを皆さんに知ってもらう番組です。ということでございます。はい。はい、ルビックキューブだけじゃないです。はい。はい、ここで残念ながら社長は、はい、あ、はい、夜遅くまでありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。枠外ありがとうございました。
やはりあの試合についての意気込みも。ああ、そうですね。あ、それ必要なのね。試合の意気込みは今の見たら通じると思うけどね。でも林さんはタイトルマッチですからね。そうですよ。そうですよ。一応あの、はい、あの 1.5 のこんちゃん 1.3 え 1.301分半チーム1分半チーム1分半 1.30 はい、こんちゃんとね、はい、組んであのタイトルマッチしますので今ので結構盛り上がってくれたんですかね、うん、盛り上がりました。本当ですか。はい、はい、あのでもね、まあそういう風なチームですよ、ね、あのはい、なんだかんだ言ってあのお互いでこう助け合いながらやるチームなんで、うんうん、はい、その立場としても社長副社長でも助け合ってる、ね、行くしかないですからも、ね、ないところをこうやり合いながらね、うん、やってるチームなんで、それをねあのリング上で まず見せたいし、はい、とにかくね246というものを過去のものにしたくないっていうのがあってです、ね、現在形で進行形、うん、進行形で、まあ、あの今土井熊ってすごい、いい波に乗ってるように思うんですね、はい、ですね、僕いっぱい負けてますから。あ、見てて面白いもん、あのドリンクマの試合、うん、だそこにはやっぱなんだろう、レスラーとしてこう負けたくないっていうか、はい、だから僕が面白いと思っちゃうからそこには負けたくないっていう風な気持ちってみんなレスラーあるんですよ。はいはいはい、はい、だそこですね、そういう風なところでも、さらその上行きますよ多分。いやけど今の見たら十分面白いけどね、チーム246 ドイクマよりも断然面白いと思ったよ今の見た限りでは。そういう風なところですよ、こんちゃんもそういうところ持ってます、ね、持ってるから、これをリング上で出せばいいだけですもんね、あとはね、どうやって狙っていこうとかなんか考えてますからね、うん、そうです、まあそれを出して、はい、あの僕らで、新しい246というものを見せていきたいなと思っておりますので、はい、分かりました、はい、じゃあ、はい、こうタッグのタイトルを奪取した暁にはぜひぜひ、ここ1.30と書かれた T シャツを制作して販売していただきたいなと、はい、そうですね、はい、でも俺それやりたいですね、うん、これ見てる人にしか分かんない。いやいや、それは本人がツイッターで拡散するしかないですよね。こうこうこういう経緯でこれができましたっていうこと。はい、なるほどね、はい、そうしようかな。でね、近藤さんと2人でね、こうリングに上がったらもうね、コーナーに登ってこういうことやればいいわけですよ。あー、はい、なるほど、ガシャーンとかつってね、はい、そうか、そこだ、はい、そこでます。これからチーム246のエントランステーマ、最初にガラスクラッシュで始まりますので、はい、もうまあ会社としては売れれば何でもいいです、ね、売れれば何でもいいですから、はい、でも俺やっぱり T シャツよりルービックキューブやりたいですやっぱり、お、動いて、社長自らがハマ作ったルービックキューブを売りたいと言い出しております。そっちやりたいな。いやー、わかりました。社長すみません、遅くまでありがとうございました。ありがとうございます。